マリオカート優勝おめでとう。あざます。声のパフォーマンス元気でよかったよ。ありがとうございます。ここ点はね、元気いっぱいキャピキャピな声なので、嬉しかったですね。楽しかった。マリオカード強かったですね。いやまあでもあれすっごいちっちゃいコンでやったから全然ダメだった。いつもプロコンでやってるので、ね、ちょっと不満はあります。楽しかったです。すっごいマリカーカロンなんだ。普段はワルイージーとあのなんていうんですか、黄色いなんていうんだっけ、もうよくあるあるなあれなんですけど、なんだっけ、なんか虫みたいな、なんとかなんとかかんとか、黙々花ちゃん、それだ、花ちゃんカートみたいなやつの一番ね、オーソドックスなやつを使ってるんですけど、花ちゃんカートがねないっていうことでちょっとネタに走りました。一番使いやすいって言われたやつはもう大会とか、大会なんかなんていうんですか、みんな悪い字と花ちゃんカートばっかみたいなありますよね。静江さん強かったですね。楽しかったです。すごくお姉ちゃんマリオカートあげたのどうやって練習したん？練習してないですね。もうずっとあのマリオカートできてなかったんで久しぶりにしました。 3,2,1 のタイミングとかも結構まあちょっと遅かったですね。まあでもあのメールで匂わせてたから言ってくださってるのかな、これなんか近々ゲームのお仕事があってそれの練習してますっていうのはまた別のお話ですね。お楽しみに。今回のマリオカート結構直前に決まって、なので私も結構わあマジかって練習する間もなくって感じだったんですけど、無事優勝できました。近い完全キャラかと思って、絶対皆さん今日のことだと思ってんだろうなって思いながらやってました。ぜひ皆さん Apex を予習しておいてくださると嬉しいですね。こんばんは、こんばんは。Apexです。もう見れないと思っていた姫のここでめっちゃ良かった。めちゃくちゃ同じ良かった。ありがとうございます。いや嬉しいです。目撃者と全然違う私を見せれたかなって思いますね。公演によってだいぶ変えたいので、ここ点はちょっとしか出れないですし、まあなんかねいい感じの見せれたかなと思います。
早い早い、ありがとうございます。なんかリカバリーを前提したセッティングになるといいなと思いました。私はね、なんかあんまりねあれにはこだわらないんですけど、どちらかといえばなんかカートとタイヤの組み合わせにはこだわりがあるので、なんかそれはあれかもしれないですけど、そんな今日は悪い字じゃなくてカロンとか使ってたので、特にそこまで気にしてなかったんですけど、でも楽しかったです。すごくちょっと眩しいな、マリカーすると体しごくくらいにはマリカーになって、いやありますね、私も今日1回だけありました、体動いてたことあーってやっちゃいます。今でもやーちゃんの実力見せられました。動画がすごく良かったです。ドがね良かったって言ってくださる方多くて嬉しいですね。まだやったことないんですけど、なんか多分格好が背格好が、いや久しぶりマリカやりたくなりましたね。あのなんていうんですか、冷凍まだ揚げ途中なのでやりたいですね。お姉ちゃんからカセット奪うしかないです。ホテルはね衣装可愛いですよね、全部可愛いですけど、不毛のでんぐり返しは今日はギリギリできました。やーちゃんスマブラとかする？スマブラもちょっとだけしますね。でもスマブラは極めようってそれこそちゃんと思って練習とかしてたんですけど、ちょっとあんまり向いてないかもしれないって思いました。ラジオの件のお場面届いてないね、送っちゃダメなやつなんですかね。何も連絡とかもあれなんで、ちょっと連絡待ちです。姫が、得意なの、姫以外のファンでも認知されたよね、いやされたと思いますし、多分私のファンの方も疑ってた方いるんじゃないですか、実はいたりするんじゃないですかね。あんなに言ってるけどなんか森持ってるって思ってたでしょ皆さん。楽しかった。ショールームで話してる内容がちょっと高い気がした、よかったです。なんか今日たくさん見てくださってる方がいるのはたまたまですか、これあれこれ見てくださってる方の数じゃなくなったのかな、星の数になった、わからない。盛り上がり度、分からんなんだそれ、システムが変わったんですね。盛り上がり度、なるほど、難しいですね。あ、じゃあもう人数はもう見れなくなっちゃったってことですかね。
単位が分かんないですね。盛り上がるのって何それ何ですかね。え、確かにそういえば星のイラストも変わっている、もしや星がなくなった、え、なくなったんですか。これは何だろう、今飛んできている、難しいですね。コメントやギフトの活発さ、なるほど。キラ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 星、なるほど。ちょっと難しい。今シルバーウィークだからアイテムでいいの。なるほど、分からん分からんね。コメントで勉強して、本当ですね。もう私もコメントで勉強しております。ということで、そろそろ秋のコンサートがありますね。皆さん、あの仮想ドラフト仮想の動画を見ていただけましたでしょうか。楽しみですね。おお、見た、なるほど、見ましたね皆さん。そうなんです、私やヴァンパイアの仮装をすることになりました。吸血鬼の日本語がヴァンパイアって全然知らなくて言われてみて、そうなんだ、やばーって思ってました、ずっと。フィッティングとかもね、始まってきててね、もうすぐだなーって感じしますね。は、熊大王さん、熊タワー、熊タワー、熊、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ついのここで本当に幸せな時間をグランギョーつけてコンサートに向けてリハなども頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。ヴァンパイア、なんだと思ってたの、ヴァンパイア、ヴァンパイアかと思ってました。ヴァンパイアっていう日本語もヴァンパイアだと思ってました。ヴァンパイア、なんか白い、肌が白くてでみたいなぐらい。最近あげた自分へのご褒美、甘いものかな。ちょうど今日は今ポッキーを食べてます。それがご褒美かな、今日頑張った。っていうのが分からなかったですね。ホスポッキー、ホスポッキーです。ねねさんが狙って、そうなの、なんかあれ動画にね、自分の映ってるとこ全部飛ばしちゃったんですが、恥ずかしくて動画に映ってるか分かんないんですけど、そのヴァンパイアが私と花さんとねねさんの3人が選んだみたいななった瞬間にねねさんがちょっと遠慮してよみたいな、はてなはてなはてなみたいな、なんでなんだみたいな、え、
ヴァンパイア、え、有名な仮装は先輩に譲った方がいいやつだったっけみたいな、キャーってなってたら、あっってなりました。もうその瞬間ちょっとニャーってなってましたね。ごめんなさいって。GG なんてあるんだ。グッドゲーム。でも定番じゃない人はすごい楽しいよ。でも定番どころか何も知らなかったのでもうあれですけど、ちょっとね、なんていうんですか、頑張ります、頑張りますというか頑張って気合い入れて仮装するので、ただ服を着るだけの仮装なんてことはしないので、ちょっと気合い入れてします。何規模、え、ゴーストウェディングが良かったんですけど、一番は。でもゴーストウェディングはさえさんかなって思ってたのでやめました。そしたら誰も選んでなかったっていう。我々も仮装すればですね、ぜひ皆さんもちょっと早いですけどね、感想してきていただけると嬉しいですね。一緒に楽しみましょう。見事にしえちゃんもなってましたね。逆に一番最初に選んでないんでびっくりしました。はロックの雄大さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ロックの雄大さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ロックの雄大さん、アキライブ行こうかまだ悩んでます。それは来るべきですね。私のファンの方はだったら来てほしいかな。今週は目撃者公演2公演だね。そうですね、緊張しちゃいますね。その卒業公演があります。今週って信じられないんですけど、どうしようって感じですね。びっくりです。辛いですね。ライブビューイングって何するの？ライブを見る。ちなみになんか6期生出演みたいな感じで私は出ないです。なんかね、出ないです。でも見に行こうかなって思ってます。明日みえちゃん見に行くらしい。え、じゃあ全員見に行くことになりそうだな。ビリしてもいいよね。なんか見に行くっていうと期待されそうであれなので先に言っておきますけど、なんかその急遽参加とかないんで、すいません。ロッキンデビューのコンサートもね、キャッチフレーズとか出せるのが恥ずかしい。私ね、最初のパフォーマンス恥ずかしいですね、見られない。
こだよも連れてってあげて。今のやつの違い言われそう。うわー言われそう。え、みんながどう、なんか私の映像が全くもう 全カットとかだったらちょっと恥ずかしいんですけど、こういう話するの。私がパッとその映像にね出た瞬間にみんながどういう反応するのかもう気になる。今と全然違うっていうか、なんかもう無言とかだったらどうしようって感じですけど。全カット。いやもしかしたらあるかもしれないんでね、出演してないんで、出演してないやついらない、ピッて。それとはちょっと悲しいですけど、まあ、ちょっとは映ってると信じて。何も知らないです。食べていいですか。一袋食べたんですけど、もう一袋食べて。そう、クモミトがねお披露目だったんですよね。いやー緊張してましたね、あの時は。普通のポッキー、細ポッキーです。極細ポッキーみたいな。ポッキー私も食べて、ちょうど手元にある。細いの美味しい。細いの好きなんですよね、私。細いの好き。細いのは3分ぐらい一気に食べるのが美味しい。うん、まだ10時じゃないから大丈夫。あー食べて、食べてないんです、まだちょっとずつ食べます。さすがに熊本での裏話、いや覚えてないな。初めてメンバーの方と対面した時はやばかったですね、結構。っていう記憶がすごいです。綺麗って思ってました。裏話か。初めて喋った先輩はあかりさんかな。あかりさんが6期生の楽屋来てくださって、誰かと一緒に来てくださって、であかりさん神奈川県出身だよねみたいな感じで喋りかけてくださいました。明日行くから裏話聞けるかなとか。そっか、みんな裏話するのか、みんな頑張ってんだか。まあ裏話あるかなと思ってなかったから、みんなすごい大変なんだろうなって思いました。今
そんな裏話みたいな、それ裏話じゃないよみたいな思う裏話でも言わないで。あの1年前、しかもみんな緊張してますからね、そんな裏話覚えとこうなんて思えないですよ、あの時。確かに自分の声いっぱいの時、そうなんですよ、緊張しましたね、あの時。明日ヒーローちゃんいなかったお話する時やばかったと思う。ヒーローは大事ですね。意外と MC よく喋るというか話題用意してくるのが私とエグちゃんとザワチみたいなとこあるので、結構 MC 司会やったりしてたので、めっちゃ喋れる子はめっちゃたくさん6期生いるけど、まとめるのはで、あのなんていうの、みんなめっちゃもうわーキャーみたいな感じだから、まとめるのすごい大変ですよね、ヒーロー。あ、リチャキはね、まとめるっていうよりも暴れるタイプですからね。ロキさんそういう子が多い。ちょっと眩しい、電気していいかな、ごめんなさい、電気します、ちょっと眩しい目が。ヒーローが頑張ります。しぶちゃんはそう、食べたいことたくさんどんどん出てくる、すごいなって思う。昨日私うんへえうんしか言ってなかったのに、本当に30分ぐらい喋り続けそうな勢いでずっと喋ってます。渋みんな撮ってました、知ってました。普通撮りなんか喋り続けてるか面白いなと思ってカメラ回したんですけど、カメラ回したら普通人間って喋れなくなるじゃないですか、それなのにあんな喋り続けるっていう。じゃあね、ながらでも喋ってそう。え、言ってましたよ、めっちゃなんか寝言やばいみたいな、寝言喋ってるって言ってた気がする。見とってねえなと見てるよって言いたい。トマトと笑顔と笑い声が好きっちゃん、みんながみんなのこと笑顔にするけん、ちょっと見とってね、見てるよ。いいです、っていう感じ。いや、だいぶなんか今日で全部ではないですけど、もう本当に一旦一区切りって感じですね。感じまだ全然ありますけど、いろいろ一旦今日まで頑張ったって感じ。なんだかんだ壊れない日みたいな今日で終わりか。本当ですか。また目撃者公演が近くにありますけど、じゃあ、まあ、生誕祭と卒業公演なのでね、
対ゆっくりできるか、ゆっくりはできないですけど、一旦なんかなんていうんですか、頑張んなきゃいけないことはあります。頑張んなきゃいけないことはあるんですけど、いつでも、でもなんていうんですか、プレッシャーというかは一旦終わりました。という感じですね。明日は見に行きます。お見送りっていつも先頭なの？この前のパチョリ先頭なの？先頭なことが多いですね。準備ができた順なので、お見送りの順番はなので一番早いので何ちゃん、お見送り誰が隣が多いとかないの？ないですね。準備できたじゃん。お隣さんとか特に気にしたことないです。隣はヒーロー多くない？ヒーローが準備するのが早いのかもしれないという感じですね。目先とから仲いい子たちよね、その大人に座るんですけど、一旦お待ちください。よいしょ。じゃん。もういい匂いする、こっから。いい匂い。今日いただいた優勝商品ですね。開けてみようかな。開けます。どんなんなんだろう。ドキドキ。リボン外します。お、中身見たいってちょっと思っとったよね。よかった。私も思ってたので開けます。やばい、開けるの下手くそなバレるか、開けるとこは載せないとこ。難しいな。びっくりした。使用期限が8月だから、え、過ぎとるやんって思ったら来年のでした。びっくりした。こんな感じ。開けます。意外と長く使えるんですね。わあ、なんかこういうの。あ、なるほどね、そういうことね。もうこんなおしゃれなもん買ったこととかもらったこともないですから。そうや、そういうことね。難しいやつね。ちょっと一旦出してみる。なんか多い多い。
っと今白いのを取り出してます。今こんな感じちょっと見えてきた。わー出てきたよ。じゃん、パンプキン、かわいい。と、あーかわいい、お化け。これ取り出して見せるの怖いな、壊れちゃったりしそう。私が持ったらうーわうわとか言って手にたくさんつきます。かわいい。ちょっと今ので勘弁してください使うときにね開けてみせようかな。でした。かわいい。こちらとこちらでした。かわいいです。袋に入ってるものかと私もそう思いました。やっぱちょっとおしゃれなとこは違うんですかね。なんか宝探しシステム使うのもったいない。もったいないですね。これ半分とかまで使うやつじゃないんですかね多分。なんかせっかくならなんか誰かね、たくさんお姉ちゃんとか来た時に使いたい。感じ。ちょっと今あのこれを戻、白いふわふわを戻したここからね、ちゃんと持って戻さないとあれなので。すごいかわいいですね。ご褒美的にどうぞ。ありがとうございます。よし、箱にしまいました。よし、手がバスでバスボムだらけ。という感じでした。楽しかったです。使用期限が明日とかだったら今日使うんですけど、来年の8月ってなると来年まで取っておきそう。私今このままこうやって寝れちゃうですね。すごいぐっすり寝たい人なのでたくさん頑張った証ですね。寝れるのいい香り、ん？いい香り、ん？うん、ちょっといい香り。鼻がちょっと詰まってるの分かんない。まだ眠く、この時間帯に眠るのめっちゃ珍しいです。今日早起きだったのでそれもあると思うんですけど、ちなみに私は毎日入浴剤入れてるんですよ、お風呂に。本当に毎日、もう入れない日ない、お風呂に入浴剤ってぐらい毎日入れてるので嬉しいです。でもいつも同じやつだから違う入浴剤入れたことないからでも嬉しいです。お風呂大好きなのでお風呂行きたい、温泉行きたい。ちなみにぜひも湯船入ってるのか。湯船入らない日ないですね。ない。愛用してる入浴剤はめっちゃどこに眠ってるやつです。なんでしょうなんでしょうってうざいですよね。絶対早く言えよって思いますよね。すいません。あ、もう出た。気球、正解。一番最初に出てきちゃった。気球の黄色です。いつもそれしか使ってない。もう一番好きです。
もうどこにでも売ってます本当に。コンビニにも売ってる最近。もうね私ね、なんかカウントダウン TV かなに出演させていただいた時に、ああカウントダウン TV のか前か、そのコンサートの時ホテル行ったんですよ。でお風呂入ろうと思ったら、待って入浴剤ないと思って、もう普通の透明なお湯に入れないんですよ。入れるけどなんか満足いかなくて、わざわざコンビニ行ってこのぐらいの1回分の機器を買って入れました。そんぐらい好きです。本当に普通のやつ使ってます。それは毎日毎日毎日。バスロマンの柑橘系の香りがガチで使い取れるよ。バスロマン銭湯のは違うかな、 CM 業務用ってか前に使えるよみたいな売ってるの。売ってないです、普通の前に使っちゃってる。キャー、でもいいんです、それでリラックスできるなら。ストレス溜めないのが大事。一番簡単な一括かもしれないですね。これは宿泊先のホテル入浴剤もらえんかったね。なんか入浴剤あったとしても気球が良いんですよねっていう謎のこだわりです時々使うんですけど、違う入浴剤も。お風呂入ります。まあ、頭皮マッサージもぜひ。ヘッドスパ行きたいです。枕同様、ちなみに私は枕あのそば柄みたいな枕が一番ぐっすりできます。なんかこれとか言って、私普段使ってる枕はそば柄じゃないんですけど、お家がねそば柄のね枕の時あって、そば柄で寝るともうぐっすりです。シャキ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 なる枕。お互いテンピュールとか全然そば柄あれが一番寝れる。小さい頃ストローめっちゃ切ったみたいなやつだった枕。それじゃないですか、そば柄って。それがそば柄じゃなかったら私もそれだわ。私もストローめっちゃ短く切ったみたいなやつなので、あれこれそば柄じゃないんですか、わかんない蕎麦柄マジでおそばです。あ、そうなん？そば柄調べてみよう。ビーズ。ストローは違う。ちなみにストローの短く切ったやつって本当にストローが使われてるのか。そんなわけないやん。あれはプラスチック。あ、そうなんや。そば柄。でも中身見たことないですよね、普通。そば柄。ストローが。そば柄枕。あ！なんだこれ、この丸いチップみたいなやつ。かな。でもね、わかんない。私のお母さんがそば柄って言ってたから、そば柄って信じているこれだと信じて。でもストローのねイメージも強いんですよね。なんかどっちでもいい、正直。ガシャガシャ音が鳴って頭が深く沈むのが好きですね
ちょいとお待ちください。そば蔵なかなかよくお値段の気がする。あ、そうなんですか。じゃあ違うかも。わかんない。高反発より低反発ってことかな。高反発の方が好きです。なんか高反発とか低反発とかよく分かんなくて、結局なんか低反発って言ってどうなったらなんか沈みすぎて嫌でした。高反発が好きです。どっちやねんって感じ。枕が変わると眠剤タイプ全然です。枕なくても寝れると思いました。でもよく寝れるのはとか、寝てて気持ちいいのはシャカシャカなるやつ。枕の方向気にする？気にしないです。でもお母さんが気にするので、ベッドの向きをお母さん決めるんでって感じです。どこでも寝れる？周りに人がいなければ寝れます。人がいたら寝れない。抱き枕使わないです。自分の部屋が一番落ち着く。それが猫ちゃんと一緒にいるとき。猫ちゃんに抱きつかれて寝てる？ううん、ありえません。飛行機で眠るのじゃ爆睡って考えたら誰意外と眠れるのかな。知り合いだとね、あ、隣が同期とか先輩とかだと眠れないですね。逆に知らない人だったら眠れますっていうのかも。言われてみたら知らない人が隣にいても寝る。猫ちゃんにふみふみされて起きることある？ないですね。うちの猫ちゃんたちは全員なんか撫でるとふみふみし始めるタイプ。ひらちゃん隣だと絶対無理。絶対無理です。絶対寝れない。絶対寝れないです。嬉しいですけどね。嬉しいですけど絶対に寝れないと思います。一番寝れない最上級です。冬の温まった電車の座席も寝ちゃう。わかる。南武線ですね。南武線ちょっと神奈川遠くになっちゃう。南武線ですよそれは。まあね、いろんな電車乗ってきてますけど、本当にいろんな電車をね、もうちっちゃい頃から乗りまくってますけど、南武線が一番寝れる。南武線が一番あったかい。もう足熱って、それは嘘ですけど、もうあったけーって思うぐらい。もうドアの近くで、ドア開いた瞬間寒い空気が流れてくるじゃないですか。それでも足はあったかいんですよ、ずっと。もう南武線は一番あったかいです。南部線のそれわかんない。ちょっと冬に、もうすぐ冬じゃないですか。しかも南部線乗ってみてください。共感できなくてなんですけど、共感できる人の方が少ないと思うので大丈夫です。りあちゃん神奈川行った時家系のラーメンとか食べてないです。食べてない。ちょっとラーメン食べきれないんですよね。もう普通のラーメンでも食べきれないから、家系ラーメンなんて行っちゃいけない人種なんですよね。
六郷土って地元私の地元じゃないですよ全然。地元奥すぎる神奈川の地元奥、絶対わからない人の方が多いですよ夜行ちょっと神奈川トークですね。お店のかき氷食べたことないんやろ。食べ行きましたよ。あんなねおすすめされ方したら食べ行きたくなっちゃいますから、近々どっかにお写真載せようかなと思います。美味しかった。神奈川では常識なの、いや多分常識ではないと思うんですけど、私があのちっちゃい頃から本当に電車たくさん乗ってたので、本当に東京の方まで全部の電車乗り回してたんでなので詳しいんだと思います。電車好きってわけではないんですけど、全然なんかお出かけすることが多すぎて。でも山手線一周とかはしてみたいなと思いますね。乗り回してましたいやまあ売れなんかね、一番前の席に座るのとか楽しいですけどね。何の電車だろう、分かんないけど、なんか車掌さんの後ろにこう椅子があって、本当にこっち向きの行き先方面に体を向く座り方の椅子があって、そこはねめっちゃ座りたがってました。車掌さんの気分になれるんですよそこ座ると。いやなんか説明が難しいな、わかりますかね。車掌さんの真後ろの席があって、普通のなんか車両の中に、普通はこう電車行くのがこっちだとしたら、こういう風に椅子があるじゃないですか。それはこっち向きなんですよ、車掌さんの後ろ側だけ。っていう電車に乗ったら絶対そこ座りたがりますっていうぐらい好き。どうで言ったらそのぐらいしかないです。あ、京急線かな。そう、二人席のとこです。そうそうそう。あとは相鉄線のボックス席大好きです。それなんて言うんですか、ちょっと緑多めのとこ走る電車のボックス席、もう本当に好きすぎてやばいです。もうあれのお出かけ先なくても乗りたいぐらい好き。意外と好きよ私電車意外と好きなのかもしれない。わかりますかね、もうどんどん多分コアになってるんですけど、多分もうわかんない方の方がきっと多いんですけど、相鉄線のボックス席ですそうです。しかも相鉄線は全部の車両がボックス席なわけじゃないんですね。当たりなんです、ボックス席の車両だったら。全部ちゃんと普通の電車の時があるんですけど、ボックス席だとよっしゃーって思って座ります。そんで窓の外を見ます、しながら読書とかするのが好きです。すいません、わかりません。いや、わからないのが普通です。わからなくていいです。そうですよ、二俣川に免許を書き換えたな。いや、神奈川県民は絶対二俣川に行くみたいなありましたよね。なんか私は知らないですけど、車のなんかわかんない、なんか書き換えっていうんですか、わかんない、更新とかそういうのが二俣川っていう駅にあるんですけど、それが相鉄線の駅なんですけど、だからきっと全人類、そう、結構な人が知らぬ間に乗ってるとは思います。免許更新、あ、免許更新、それです。
今 JR と相鉄線直通になったのよ。え、私それなんか聞いた気がする。お友達この間あったんですけど、あのあれ葉っぱ大撮影の時にあのね友達と会ったんですけど、その人からねチラッと聞いた気がするんですよね。え、マジって思った記憶あります。湘南台から渋谷まで一通で行けるみたいな。いや違う、渋谷じゃないかな、わかんないけど、なんかえーって思った記憶がある。それかな、きっと。今繋がってるのに、そうなんですね。わポわアイラブやポンタナさんありがとうございます。クマタワーありがとうございます。ポンタロさんありがとうございますありがとう。葉っぱ大久しぶりに思い出した。葉っぱ大撮影ありましたね便利になったってことね。便利な、でもいや便利な、でも終点から終点まで行きたいタイプなんですよ、乗ったら。だからわざわざ遠回りしてお出かけ先行くことが多くて、終点終点行きたくて。だからね、そうめっちゃもうどんどんあれなんですけど、湘南台か横浜までだったんですね、もともとは。湘南台か横浜ってちょうどいいんですよね終点がそことそこって。だからそこ結構もうね、でもそれはね昔の話になっちゃったのかな。もまあいいんですけどね、便利になるのはいいことですからね、まあ、その時だけしか味わえない良さとかもありますから、あの時は良かったなって思う感じですね鶴ヶ峰、鶴ヶ峰合ってるっけ。いやもう忘れちゃったな、鶴ヶ峰だよね多分。なんか聞き覚えがある。神奈川の電車混んでそう、え、わかんないえ、うわ待って、混んでそうで思い出したんですけど、なんか私結構なんかリハとかで福岡のね、なんていうんですか、通勤ラッシュっていう時間帯に乗ることがあるんですよ、福岡でね。でいやまあ普通にいつも普段乗ってる電車より混んでるけど、え、通勤ラッシュの時間帯こんな空いてるんだって思うことが結構多いんですね。あの通勤ラッシュの田園都市線わかりますかね皆さん。でどんどん新しいのが出てくるんですけど、田園都市線の二子玉川じゃないどこだ、あそこ梶ヶ谷じゃないどこだ、あそこあそこどこだ二がついた気がする。いや違うの、二子玉プラザの鷺沼かな、多分そこ、あそこ多分見たらめっちゃびっくりしますよ。もう駅員さんがグイ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 として、もうみんなこんなねドアのねここに捕まってね、もうグイ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 みたいな、もう私そこも乗るんですけど時々ね、もう顔こんなウェイってなります隣の人、そんぐらい。もうカバンなんてね、もうお腹じゃない、もうお腹とかこうなるから、もうなんか足とかの方がまだついてます。そう福岡そんなのないから、わー快適だなって思いながら乗ってますね。うわーってなりながら乗ってます。た過去形、こん本当にこんなうぅーかっこいいってなりながら、今もそんな感じなんか、え、わかんない、私の話は結構前の話ですから、今なんか変わってるかもしれないですね。日本で一番嫌いでしたさ日本の良くないところそこなんです。でもねあれはねもう名物みたいなとこありますかね、私からしたら。
難しいですけどね。シビレアちゃんの時代です。そうです、まあ、ランドセルとかも。自分の空間確保できない状況我慢できない。いやーもうね慣れますよ本当に全然最初はねうーんと思うかもしれないけど、もう慣れる、全然もう慣れてくると、いやあのなんか隙間とか自分で探せるような、結局そこもぎゅうぎゅうになるんですけど、あと私は小学生の時から背は高かったんで息はできましたね。こうなってもするけど意外と息はできる。ちっちゃい子とかはお友達とかと一緒になるって、お友達こんぐらいなんですよ。その子本当に結構うわみんなの感じになってましたけど、私は息はできました。その状態でさすがにそこの乗った時は読まないですね。空いてる電車座れたら読みます。立ってても読まないかも。近くでやめてくださいって言われてビビり上がった。もちろんしなきゃ。じゃあお父さんは両手上げてるらしいです。こうやって前、そういう満員電車乗るときは両手上げるか片手とスマホみたいのでやってるらしいです毎回っていう、お父さん、いきなりのお父さん情報頭にかまんなきゃスイカを超える両手掴むみたいなやってました。両手上げは基本だねあ意外ともう皆さん慣れてる方が多そう。いやね、ちょっとね神奈川投稿しちゃいましたけどついてこられてる方は神奈川県民の方だけっていうだいぶ少なめですね。申し訳ないですね。背高いのは家系、全然家系じゃないです。お父さんはちょっと高いぐらい、お母さん低い、お姉ちゃんも低い、おばあちゃん低い、おじいちゃんも低い。という感じですね。もっと神奈川県民の方とかも分かるんですね。第2弾でしょうか。まあお父さんだと思いますけど、でもお父さんもそんな特別高いというか特別変異、突然変異ですね。顔がめっちゃお父さんに似てるって言われます。お姉ちゃんとお母さんがお顔似てて、お父さんと私が見てます。飛行機はどこら辺の席が好き？窓側窓際です。パパそんなに可愛い系なの？いやこの顔がまんまあるわけじゃないので全然あれなんですけど、これを男の人の顔にした感じがお父さん。じゃあパパも押せる押されてるパパダメです。パパの TO はモカちゃんなので、モカちゃんは女王様なんでちょっと不機嫌になっちゃったし、ちょっとまずいです。神奈川県で姫と同じ顔見つけてみよう。続いたらもしかしたらお父さんかもしれない。
しれないですね。ベルモカン動画また見せて、お父さんが撮ったら。娘のために骨を折れるお父さんをするよ。懐かしい、そんな話もしましたね。ちょっとね、詳しくは話すと長くなっちゃうんですけど、お父さんは私とお姉ちゃんのために骨を折っちゃったんですよね。骨折、骨を折ったって、そのふう疲れたじゃなくて、本当の骨折をしましたね。肩ってのがありました。そう、コアラの街、私とお姉ちゃんがコアラの街を欲しがったから、そのために体を張って骨折しました。骨折り損のくたびれもんけ、ガチ骨折り損っていう。それ見てどう思ったん？その時は骨折ってるなんて全く思わなかったので、みたいなやってる時は、あれ大丈夫みたいな感じだったんですけど、その後お家帰って病院行って骨折れてるってしてる時は、わーマジーってなりました。だから泣いたかったのかなと思う。それね、お父さんはね、私の初出演、初公演、劇場公演デビュー、パジャマドライブ公演来てくれてたんですけど、大号泣だったらしいですね。お父さん最初から最後まで大号泣っていうのをリコピさんのお友達から聞きました。リコピさんから聞きました。レアちゃんのお父さんらしき人がずっと泣いてた。幻のデビューは本当に幻になっちゃいましたね。劇場からやっと帰宅しました。ありがとうございました。お疲れ様です。移動お疲れ様です。移動って疲れますからね。お疲れ様です。レアちゃんの目撃者初行けてはですか。目撃者公演見に来てほしいですね。家族も、家族いつもパジャマドライブ公演だけ見に来てくれてるので、生誕祭とデビューがどっちもパジャマだったってこともあったんですけど、今博多から新幹線乗って予約新横浜、わあ新横浜お疲れ様です。新幹線だと結構時間かかっちゃうかもしれない、ね、確かお疲れ様です。家族がここで見れたレアなんだ、ね、レアですね、まあ、ここでには呼ばないですね。呼ばないです。ここでは5時間、長いです。目撃者は個人的に一番好きな公演の本店時代から、わあなんか嬉しいですね。私も目撃者公演結構好きな公演の一つでした。 K-POP わかり合えるんだ。けっこん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 
情熱俳優楽しいですね。アンコールゴー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 で始まるのなんか楽しくていいです。楽しい。目撃者ユニットも全部好き。わかります、めっちゃめっちゃわかります。僕はかなり真逆、ちょっとびっくりした。いや本当に真逆、本当に真逆だから、どっちも出てると楽しいですね目撃者公演もここだって、テンション公演もどっちも出れてるから楽しい。ジッパー寝れるで寝てみたい。なんか年齢とかよくわからないですけど、ジッパーめっちゃ見てたんですよね。なんかこれ前話したかわからないんですけど、 HKT のオーディションに向かう飛行機の中、あのやっぱ飛行機初心者すぎて、マジで本当に飛行機なんて何回かしか乗ったことない、超緊張してて、普通に音楽聴こうと思ったら、え待って電波つながらないみたいなところから始まって、飛行機って電波つながらないんだっていうの初めて知ったぐらい、本当に飛行機乗ってなくて、でそれ Wi-Fi のつなぎ方が本当に分かんなくて、え Wi-Fi つながってんのになんか電波つながらないみたいな、なんかログインとかなんかも何も知らないからなんですけど、そういうのがあって、結局なんかもう携帯にね直前までダウンロードしてた曲しか聴けないってなって、それがジッパーだったんですよ。だからあの福岡、東京から福岡までの2時間永遠にジッパーを聴いてオーディションを受けましたっていうことをしてましたね。一曲のみ、そう本当に一曲のみ、本当にそのジッパーを永遠に、じゃじゃじゃらららん、じゃじゃじゃん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 で、あが飽きしめたくなるんだ、だだ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 だっていう気分で受けたから受かったのかもしれないですね。リピートする曲じゃない気がする。いや可愛いですけどね。だから何でも2時間リピートするのはだいぶ厳しいと思うんですけど。っていうのをやってましたね。でも音楽聴いてないと本当にダメなんですよね。私緊張もしてましたし、飛行機とか寝れないしから緊張してると。でも無音の中で過ごすっていうのはできないんですね。で携帯もつながんないし、何すればいいの、音楽聞かなきゃって思って音楽聞いたのがジッパー。優しくするよりキスして、大好きなのに優しくして、なっちゃんミルキー好きやったな。なんかたくさん好きな方てか48グループ全体が好きだったので、たくさんいろんな推しは本当にたくさんいたんですけど、ミルキーさんはもうすごい、もう超超超超好きでしたね。突然でラフィア700回ぐらいリピートする曲、あら私と同じじゃないですかじゃんじゃん
タン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 なんか昔カラオケ好きだった時とかは歌えるようになるまでリピートしたりはしてましたね。でも今はなんか覚えなきゃいけない曲リピートとかしたりしてますね。なんか趣味でリピートとかはなくなっちゃったかも。最近ハマってる曲は難しいですね。最近なんかあんまり音楽を聴かなくなっちゃったんですけど、前その一時期前までアーロン・ウォーカーさんにハマってるっていうのをメールで送ったんですけど、最近はねなんか回り回ってまた J-POP にハマり始めてますね。昔ではないですけど、ちょっと前に流行った J-POP とか聞いたりしてます。松田聖子さんはずっと聞いてますね。なんかいつハマるとかではなく、なんか定期的に聞きます。ジブリ曲はなんかお出かけの時とか聞きますね。バス乗りながらとか。家で聞くことはそんなにないかな。気分によるけど、それも。最近はジュリアのマリー、ジュリマリーですね。お母さんが大好きで車で流れてました。あとはなんか昔好きだったドラマがジュリマリーさんの曲やってた気がする。なんか表参道高校合唱部みたいな、めっちゃ覚えてる。なんか小学校の夏休みの時めっちゃ見てました、そのドラマ。それがジュリマリーさんの曲がなんか結構メインではないですけど、なんか結構押されてて、で知りましたね、その曲。そばかすとか、そのがありましたね。絶対に流れないでくれ。間違っても今音楽を調べてるけど絶対に間違って押して流れたりしないでくれ。ちょっとおし、ちょっとオフにしよう。オーバードライブだ、それだ。クジラ12号、ラッキープール、ラッキープールめっちゃ聞いてました。運ゲー会のちょっと機械難しいですよね。ちょっとだけ「ラッキープラ」ドラマしたい。ああそうなんですね、なるほど。ラッキープラ、松田聖子さんの曲は本当にあのイントロドンめっちゃ強いと思う私。本当にすぐ答え、松田聖子さんのイントロドン絶対やる機会ないと思いますけど、やってみたい。ファンの方と対決みたいな。やってみたいです、いつか。
いや本当に本当に本当にイントロドンめっちゃ強いと思う。笑ってごらん、それが君との約束だから、ハートのイヤリング、他の誰、あ、マイアミ午前5時も好きです。ピンクのモーツァルト懐かしい。ピンクのモーツァルト、ね、っていう、私は一番好きなのは真冬の恋人たちっていう曲です。あとボーイの季節も好き。聖子ちゃんの初期のアルバムは全部持ってるぜ、負けないぜ、対決しましょうよ、やりたいですね、本当に負けないですよイントロの。やーちゃん結構冒険者、なんか多分本当に浅く広くの模範解答ですね。なんか楽器30種類とかもそうですけど、なんかあなたの趣味結局一番は何なんですかって聞かれたら答えられないんですよね。ゲームも好きだし、音楽も好きだし、楽器弾くのも好きだし、でもなんか絵描くのも実は好きだし、寝るのも好きだし、なんか本読むのも好きだしっていう、なんかめっちゃそういうのが多くて、だからねそういうのが多いから、あの博多誕生会自分なんか得意なんていうんですか、結局これをやったんですけど、あの披露できる得意がなくて病んだりしたんですけど、そんなこともありました。っていう感じですね。浅く広くの本当に、なんか一個でももう追求できる趣味があればなって思うんですけど、まあ、今は HKT の活動に専念してたらそれが趣味になるかなって思いますね。来年の博多誕生会のあれ決めとこうかなって感じですよね、やまないように。パーカッション言っとくありですね。でもまたまた広くの領域を広くさせてしまうだけで、聞きに入浴剤入るんですか、入って、うん、このぬめり加減はなんとかかんとか。55分ありがとうございます。ということで、じゃあランキング読もうかな。ありがとうございました。久しぶりの長時間配信でしたね。来てくださった皆さんありがとうございました。ということで13位、ジオポンバノンさんありがとうございます。12位、コショさんありがとうございます。11位、セリナさんありがとうございます。10位、オラさんありがとうございます。9位、ニジマスさんありがとうございます。8位、シューピーさんありがとうございます。7位、ナギーチャット姫推しさんありがとうございます。6位、つぶなおさんありがとうございます。5位、森安さんありがとうございます。4位、校長さんありがとうございます。3位、ロックの雄大さんありがとうございます。2位、ポンタロさんありがとうございます。そして1位、熊田優雄さんありがとうございます。はい、ということでロックの雄大さん、ポンタロさん、熊田優雄さんはタワーもありがとうございました。ということで皆さん長時間
ね、マリオカートからショールームまで公演もあって、今日はたくさん生配信たくさんでしたが、見てくださって皆さんありがとうございました。そしてお疲れ様でした。おやすみなさい。イエイ、バイバイ。